さまだ。やっぱやめね。バレたらまた怒られるよ。わけね。いつもいろいろ買ってやってんだからよ。ちょっとぐらいカップラってもバッチ当たんねえべ。なあ朝子。まゆみちゃん。しなきゃなんねんだ。体罰だ。ああ逆らえめよって言ったろ。じっちゃんも学校に告げ口することねえべ。心配しすぎだ。若者は過ちを繰り返して一つ一つ成長していくんだって、この間誰かがテレビで言ってた。アメリカだってそうですよね。私は日本人です。そう、今顔で今時って言えば今度の日曜日隣町先に行った。なんで。次に我が村にコンビニエンスがオープンするんだってよ。本当け。お金あるの。その日行けないよ。なんで。パパとママとご飯食べに行く約束してる。あさこの親、会ったことか。ねえよ。あたしも。あさこがこん村に来てから半年経つべ。でもうちにも行ったことねえし、そもそも何者なんで。顔とか
やることなすことは私たちと違うし。したっけ、もしかしたら宇宙人だったりするんでねえの。とかなんとか言ってモテねえ美沙ちゃんの嫉妬なんじゃねえ。そんなんじゃなあです。大体マヨミよりモテますから。あーほがですか。幼児体験、幼児体験、あなたはどこが全部よ全部。大体色が薄いね。モテなんて話聞いたことね。いただきます。いただきます。いい、あさこは明日両親と外食するの。待ち伏せして親の顔を見ればきっとあさこが何者なのか分かるはずだ。はい。でもどこに出かけんだ。あと待ち伏せするなら武器が必要だ。刀とか銃とか。そんで3人で挟み撃ちして突撃だ。どうしたの。だんで場所は大丈夫。小村で飯が食えるような店はたった3軒しかねえ。電車だって2時間日本のど田舎なんだ。なんか悲しくなってきたぞ。まず1軒目が喫茶さに。あ、でもマスター入院してるよ。んだ、酔ってなし。で2軒目が喫茶ルーブル。でもお客が来なすぎてメニューがどっか行っちゃうような店に入るでしょうか。ないない。ということは洋食木村。でもあのお店私たちみたいな子供だけで入れてくれっかな。んだ、それが問題。節子、あんた口の周りすげえよ。ミサだってすごいよ。嘘すごいよ。でも節子すごいよ。な、ねえ、私なんか違う気がすんな。え、何が。いや学生、ああはなりたくね。なんだよ、遅いからお父さんたち先食っちゃったよ。おいでおいで。これ美味しそう。これね、このレストラン。いやいやいや。じゃあこれにしよう。結局どういうことだ。わかんね。宇宙人なんかに食われたくねえよ。あれ？何してんの？コンビニエンスは？いや、別に。なんでもない。じっちゃんにリベンジ。え？ミサ、やめて。明日への帰り道、細く長く続いてゆくけど、まだ見えず。